みんな一緒の部屋じゃないかもね。そりゃそうだろ。隣ならまだ許すけど、遠くへ行ってしまったクマ。空いてる部屋あんまないらしくて、あいつらは別の階になったって。ナナコちゃん連れて早速風呂行くってさ。ここ、こゆく。何遍も入る趣味ねえし、寝る前一回行けばいいっすよね。だな。ところでこの部屋どういうことなんすかね。結構常部屋みたいなのに。やっぱお前も気になった？普通シーズン中に開かねえよな、こんな都合よく。あえてスルーしてたんだけど、まさかここで何かあったとかか？何黙ってんすか、先輩ら。そういやさ、いきなり鳴るね。しかし、カンチ、出てみ。な、何ビビってんすか。はい。あ、そうっすか、どうも。旅館の人からでした。露天風呂今なら結構空いてるらしいっす。素晴らしいサービスだな、天城屋旅館。嫌な汗かいた。じゃあ流しに行きますか。クマ、みんなとお風呂楽しみだな。みんなで同じ方向いて背中の流しっことか富士山見ながら歌ったりするんでしょ。それにしてもこっちは楽しいことばっかり。クマよ、これも先生がクマのところにみんなを連れてきてくれたおかげだよね。ありがとう先生。エレベーター来てっぞ。すっごい露天広い。あ、いた。もう今さら照れないの。ちょっと久慈川さん。ほら早く入ろ。もう、なるほどね。おちょっと詐欺よね、これは。何言ってるんですか。こっちおいでよ、広いよ。はい。ナオトって肌すべすべ、触っていい。あの、ほんとツルツル。いいなぁ、色も白いし、髪もサラッサラでさ。余分な肉も全然ないし。ちょっと、どこ触って。ナナコちゃん。こんな風によそで泊まるのって、平気？怖くない？楽しいよ。いつも一人だから、お兄ちゃん帰ってくるまで。そっか。留守番上手なんだ。一人の時は知らない人が来ても玄関開けないとか守れるよ。そっか。
えらいな。ねえ、ナナコちゃん、泳いでみる？いいの？私、小さい頃から泳いでるから。今も泳いでるの？否定しろよ、ユキコ。じゃ、あっちの縁まで競争しよう。負けた人がフルーツ牛におごり。私、ラムネがいい。ちょっと、私も？次、死んだ人の真似。あ、上手！もう、ほう、広々クマ。クマかき披露してやるクマ。あいた。なんでおめえらが？こっちのセリフ！後で制裁が必要ね。すごい！いっぱい当たってた。お姉ちゃん、うまいでしょ。見られたかな。あ、この時間、ここ男湯だった。時間、間違えちゃった。あははって、マジかよ。なんか、あいつらに悪いことしちゃったかな。どうします？言わなきゃ平気だって。内緒内緒。ナナコちゃん、もう一回競争しよっか。ちくしょう。さっき確かめたけど、あの時間の露天は男湯だったぞ。ひでえ、ひでえよあいつら。なんか、クマの頭がデコボコしてるな。それ、タンコブだな。お前、タンコブできてやんの。なあ、お前らさ、見たか？いや、何も。ちくしょう、いいことなんか一個もない人生。もう寝よ。マッター先輩、なんか聞こえねえすか？ね、今の聞こえちゃった。まさか出たすかね。出た？何が？そんな、まさか。死んだ山のアナが泊まった部屋っすよ。お袋が言ってました。ああ、言っちった。そのことをうまいこと忘れてたのに。お前、言っちった。そうか、それでお札か。天城の野郎、知っててここに通したな。ちくしょう、風呂の仕打ちといい、やられっぱなしじゃんか俺ら。おわ、こんなんじゃ狙んねえよ。決めた。ユキさんとこ行く。みんなの寝顔見ながらじゃないと安心して寝れないですから。ちょ、寝顔って寝室入り込む気か？なの。おい、どうする？決断早っ。けど、ほんと無理だってこの部屋。オッケー。
寝起きドッキリよーそろ。みなさん、おはようございくま。寝起きドッキリ、もとい寝込みドッキリ、リポーターのくまくま。お前、いつの間にそれ来たんだよ。なんとなくないと不安なので、持ってきてるんです。その喋り、もういいよ。お、櫛です。長い髪の毛がついています。お前、意外にやる気だな。林間学校のリベンジっすよ。お、いいこと言うじゃん。よし、俺もがっつりリベンジ。これは歯ブラシです。やっべー、なんかドキドキしてきた。あ、けど、ナナコちゃん大丈夫、ナナコちゃんは寛大な子。まあそうだな、リベンジに巻き込まないように、起こさないようにしろよ。いよいよお布団に到着。よく寝てます。失礼します。ゆきちゃん、お化け怖いよ。よし、俺だってな、お男見せるぜ。さ、里中先輩、優しくしてください。あれ、布団足りなくね。ちょっと、なに、もう、あらやだ、君たちそういうことだったわけ。もう、言ってくれればいいのに。いけない子たちね。出た。あ、いや、さ、触んなって。さっきまで二人で泣いてたのよ。魅力のわかる男がいないって。いいわ、いらっしゃい。その代わり、誰にも言っちゃダメだぞ。カモーン。24時間お風呂入れるって最高だね。ナナコちゃんはぐっすり寝てる。そういえば、隣の部屋に柏木先生と大谷さん泊まってたよ。びっくりしちゃった、仲いいんだね。時々泊まりに来てくれるんだ。辛いことがあると泣きに来るみたいで。へえ、やっぱ直人くんにコンテストで負けたのが悔しかったのかな。その話はしないでくださいよ。まあ、あの二人いいコンビだよね。助かった、出てくれると思ったぜ。お前今日暇だろ、頼む、ちょっと付き合ってくんねえか。今日ジュネスでハロウィンフェアなんだ。準備全然できてなくてさ、飾りはあるけどチーフいなくて、誰に頼んでいいかわかんねえんだよ。お前以外頼めるやついないんだ。ほんとお願いします。おっしゃ、オンに切るぜ相棒。じゃあフードコートでな。
腰痛て。ようやく終わったぜ。あ、タイミングバッチリ。さすがに気が合うな。にしても似合ってんなお前。板についてるっつうか、そっちが普段着ってレベルだぞ。もちろん本番は俺もちゃんと着るぜ。助っ人にだけ着せたりしねって。いやーでも助かったぜ。ありがとな。ま、あれがいりゃお客は。楽しそうだなあいつ。なんかご当地なんとかみたいになったけどな。あれ陽介くん、ちょっとちょっとどうなってんの。あ、チーフお疲れ様っす。ハロウィンフェアの飾り付けなんすけど。え、あ、やだな陽介くん、あれとっくに中止になったでしょ。は、あれ中止決まった時の朝礼陽介くんもいたと思ったけど朝だしぼんやりしてたかな。まあ片付けよろしくね。すごいねこれ、陽介くんたちが飾り付けたの。こんなに頑張ってくれるならやればよかったなハロウィン。見ないでくれ、そんな目で俺を見るな。今日寒いね。それでは次のニュースです。環境を考える会代表の香西氏が市内の小学校を訪れ、霧の影響を現地調査しました。稲葉市ではここ数年頻繁に濃霧が発生していますが、原因がよく分かっていません。市内では霧の原因について憶測が飛び交い、体への影響を不安視する声も上がっています。ですが市は霧が人体に害を与えることは考えにくいとしており、殺人事件等による住民の不安心理の表れなのではとの見方を示しています。これを受け香西氏は事実関係をはっきりさせるため現地の小学校を訪れました。霧の中でも元気に遊ぶ子どもたちに体調や心の不安などについて尋ねたということです。あ、この人学校に来たよ。調査を終えた香西氏はコメントを発表しています。現代は些細な環境の変化にも目を配り、政治に反映させていかなければならない。今日私はある生徒と話したが、その子は風評に惑わされず自分の言葉で話していた。本来は我々大人こそがそうでなければならない。我々は常に子どもたちの未来を管理する必要がある。香西氏はこう述べました。集まった保護者たちからは拍手が上がりましたが、一方で選挙に向けた人気取りとの票もあり、くしょ、頭痛い。ね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、春になったら帰っちゃうの？もうすぐ冬になっちゃうね。雪が降ったらお兄ちゃんと雪だるま作る、いっぱい遊ぶ。春までいっぱい遊ぼうね。Thank you.
こんにちは。はい、それじゃあ。あ、おかえり、お兄ちゃん。
次回もお願いします。こんにちは。ありがとうございます。お兄ちゃん、やったなるほど。え？
帰ってきたか。
校を教えてもらえますか？先生。ありがとうございました。先輩。
お父さん遅いな。お父さん、鍵忘れちゃったのかな。配達の人だった。高橋さん家どこですかって。もしもし、伊藤島です。あ、お父さん。うん、わかった。いいよ、お仕事でしょ。うん、うん、お兄ちゃんいるし。うん、バイバイ。お父さん、明日帰ってくるって。でも、七子寂しくないよ。お兄ちゃんいるから。
今日も寒いね。こたつ出そっか。寒かったら出しなさいってお父さん言ってた。あったかいよ。スイッチ入れるよ。つかない。壊れてるね。見たか。なんかえらいぼんやりしてたけど、今確かに人映ったよな。くっそ、また事件起きちまうのか。とにかく明日すぐ集まろうぜ。今日のはいくらなんでもぼんやりすぎて、見た目からじゃ推理もなんもない。心当たりとか情報交換しないと。じゃ明日開けとけよ。真夜中テレビ、皆さんに言われて僕も見てみました。探偵業の僕がまさかこんな迷信に目を凝らす日が来るとは。驚きです。人影確かに映りましたね。あれ、誰だか分かったって人いる？さすがに無理っしょ。画面あんなザラザラじゃ。誰か最近テレビに出て地元で有名になった人は？すぐには思い当たりませんね。直近では政治家が一人、霧から来る風雪を鎮めるために町へ来たと報じられましたが、可能性は低いでしょう。第一、すぐに中央へ帰りましたし。どうした？そういやお前、昨日は売り場のベッドで爆睡した罪で深夜棚卸しの刑だったっけか。テレビ売り場のでいいからチェックしろって言ったけど、ちゃんと見たか？失礼クマね。クマ奈々ちゃんと約束もしたし、生きることに真剣よ。クマが見るに映った人体格細くなかった？いやー、あんだけぼんやりで体格も何もないっしょ。気のせいだって。もしくは寝落ちか。それよりあっちに人は？それはなし。まだ誰も来てないよ。もう一晩様子見るしかないかもみたいだな。幸いこの雨今日も夜まで降り続くみたいだ。今夜も忘れずにチェックな。おい、帰ったぞ。お帰りなさい。ねえお父さん、こたつ壊れててお兄ちゃんと買いに行っていい？こたつ？ああ、もうそんな季節か。ここんとこ気候も変だしな。じゃあ頼む。どんなんでもいいから。手紙？お前宛てなんだが。これは何だ？差出人のまるっきりない手紙なんて、そう届くもんじゃないんだ。お前、やっぱり。答えろ。お前、この事件に関わってるな。お前、一体何をしている？
真面目に答える気はないってことか。俺はお前を家族だと思うからあえて問い詰めないできた。けど間違いだったな。家族だからこそもっと早くに言うべきだった。今日こそ本当のことを話してもらうぞ。お父さん。別の場所で続きだ。俺が納得できるまでは返さない。それがお前のためでもある。いいな。大丈夫だ。喧嘩してるわけじゃない。すぐ帰るから先に寝てるんだ。いいな。これは預かっておく。さあ、話してもらおうか。お前、何に首を突っ込んでる？あの警告状は何だ？なぜあんなものが届いた？お前、俺を舐めてるのか？嘘を突き通せるなんて思うなよ。ペルソナ？人がテレビの中に入る？今日こそは本当のことを話してもらえると思ったんだがな。もういい！もういい！まあ、半年そこらで親父面なんて無理があったかもな。少しはお前に信じてもらえてると思ってたんだがな。俺は残念だ。一晩ここにいろ。あっと、ごめんなさい。テレビの中にペルソナか。ま、そうだよな。いや、あのね、僕は君たちを信じたいんだよね。きっと堂島さんも信じたいからここに連れてきて話を聞いてるんだよ。それとほら、ここなら安全だし。あんな手紙見たら心配で保護したかったんだよ。愛情の裏返し。いや、愛情そのものだと思うよ。本当、悲しまないでいいから。そうだ、堂島さんね、今になって最初の事件の関係者を調べ直してるんだ。この事件、結局堂島さんも納得いってないみたいでさ。だからいろんなことに余計敏感に。あんまり喋るとまたどやされちゃうね。じゃあ僕部屋の外にいるから、何かあれば声かけてね。なんで俺まで棚卸ししてんだよ。クマがあんま稼がないからしょうがないでしょ。なんで偉そうなんだよ。もうなんで俺がお前養ってんだよ。こんなん買ってやんなきゃよかったぜ。ほらこれ持っとけ、お前用の携帯。ほう、IT 時代ないとこっちが心配だしな。つっても子供用の安っちいやつだけど。ありがとう、ヨウスケ。使い方はこのマークのを押して、まあ俺のお手本見てろ。出ないな。今夜も雨だし、テレビのチェック忘れないようにって思ったんだけど、外は歩いてて気づいてないとかか。ちゃんとか遊びに行く。遊ぶ約束たくさんしたからね。行かねえよ。てかお菓子戻せ。もう晩飯時回ってるだろ。今度にしろ。ああ、そっか。あいつ出かけてるなら、七子ちゃん家で一人で留守番か。お留守番かわいそう、クマよ。晩ご飯差し入れに行ってみるとか。ねえ。もう分かったよ、しょうがねえな。オッケー、クマ。
イエス、陽介おっとな。クマ、その心遣いにキュンってした。じゃあちょっと待ってろ、もう一度電話してみるから。やっぱ出ないか。え、もしかして家電なら出るとかってオチか。もしもし。あ、ななこちゃん。お兄ちゃんはいない。変な手紙が来て、それを見たらお父さん怒って警察にお兄ちゃん連れてった。ちょっと警察に連れてった？いい加減クマに代わりんしゃい。